どうもロッシングルです。ビホルダー続きをやっていきましょう。タスクがね、家寒いのでヒーター持ってくるのと、あと革命集団に、頼まれてアントン・グルビッツを引っ越させる、そして宝くじが当たったレオ・グビズデックのためにネクタイを見つけると投資を説得するってやつですね。いろいろやることは多いけれども、カメラがない。てかお金がもう相当ないね。7500。あ、終わっちゃった。ごめんなさい。追放の危機にある。パトリックは授業料を支払うためにお金が必要だが、できませんでした。マジでえぐい。え、お金足りひん。新たな命令、戦争についての話は禁止されている。戦争に向かっていってるな。いよいよこれよくない。あ、呼ばれてる。アンナどうした？またお金が必要かい？いよいよお金がなくなってきたよ。どうした？国境旅費を支払うために700必要なの。あげよう。それもいいんだけど、ヒーター買うために3000ぐらい必要なんだよね今ね。どうしよう。ちょっと売れるものを作ろう。お金ちょっとぐらい作れんだろう。時計とか売ろう。はい。ほい。あー、荷物。あ、まだ持てる。大丈夫大丈夫。日記はいらない。タオルは取ろう。手紙は、時計と財布もお金になりそうだね。待ってね。これと歯ブラシ。子供のものはダメだ。アンナどうしたの？マルタにはもっと薬が必要。肺につけるシロップ剤。この薬を手に入れるのは違法手段しかない。手に入れられる？肺には浮腫がある。医者は彼女はもう数週間し、マジかよ。私にできることは何でもやる。アンナ、国境なんて地獄へ落ちるかある。必要ならばタンクを盗め。マルタはどんな手を使ってでも生き残らなければ。薬の名前はリーベスピリット、または綺麗な精神とも呼ばれている。外国でもう長い間肺の病気のために使われている。やってやる。大丈夫だ。必ず助ける、あの子のために。あ、来た。引っ越し。アンジェイ・ロサール、春の徴兵までにアパートを探している。はい、オッケー。あ、違う。マーガレットじゃねえ、ロベーナじゃねえ。アントン・グルビッツ、印刷室のあるアパートを探している。こいつだ。あら、よっと。さあ、入ってくれ。来たぞ、アントン・グルビッツ。なんか電話来てる。もう忙しいったらねえな。さあ、何の用ですか？あなたにお金を送るよ。グルビッツをなるだけ手助けしろ。彼は重要なことをしている。手伝いながら見張る、わかるか？わかりました。お金はもらった、ありがてえ。これ時間止まんないの不便だな。追跡すると、いや、やること多いったらないね。くす、あ、ヒーター失敗してる。マジか、ごめん。マジでごめん。すげえショックだわ。あれ、この人誰だっけ。アンジェイ・ロサールさん。アンジェイ・ロサールさん、徴兵されるのを待っている身です。義勇兵ですか。戦争についてお話を。どうして戦争したいんだ。国を守って英雄に。私はただ人を殺したいだけだ。そして離れろ。戦争をするというのは最高の考えだ。私は父のおかげで先生に出向かずに済んだ。だが私はこの問題の解決に取り組んだ。殺されるのを恐れていない。父のおかげで私は最高の武器と防具を手に入れる。最悪の場合には人を盾に使う。こいつ最低最高野郎だ。何か変わったことは。次から管理人がおしゃべりじゃないマンションを選ぶことにする。こいつ最高野郎だ。戦争について話することは禁止だよね。よし、こいつ通報しよっか。通報できっかな。通報してみよう。請求書。カールスタイン、
あなたの息子は授業を不払いのため退学になる。作業員として鉱山に送られた。バカかよ、払うよ。ふざけんじゃないよ。息子を鉱山になんか行かせるか。これか、アパート番号は5だな。5番、男1人。あれ、医者じゃない、無職か、無職。ほい、こいつやばいです。はい。マルタの薬について、リーベスピリット持ってきてこれるか。リストで見た。うわー、やば、1号か、えぐいな、たまらねえよ。10倍貯めなきゃ、マジで困ったね。とりあえず売ろう。売れるものは売って、待ってね。はい、あ、結構金になる、小銭になる。ほい、はい、 OK、 十分十分。チョコレートは取っとくか。さあ、そしたらアスピリンじゃないな、本、ドライバー、あ、ネクタイ、これだ、青いネクタイ。あ、え、お祝いの時、ああ、よかった、お祝いを。あれ、いなくなっちゃった、ごめん。いろいろ同時進行すぎて、ごめん、ネクタイ渡しそびれたわ。最近起きた大学での事件のため、司法省は大学を閉鎖せよという命令を出した。大学に勤めていた全ての人が一時解雇さ、大学生の半数を労働キャンプ、半数を戦争。やば、もうこの国は終わってます。仲間たちを、我々この恐ろしい決定を嘆いている。これが革命軍の手紙かな。うん、言ってしまえば、赤者、勉強したくないなら戦争に行け。新しい請求書、え、ラネックが職員の贈賄を報告した。クラウス・シンメルの資料を違法で手に入れようとしたため、バレた、あー、ごめん、あー、マジか、ごめん、いや、マジか。アントン、お話しよう。共通の友達が最高の印刷技師だと言っていたな。秘密のそと、その他のこと、何のことを言ってるかわからないな。いや、わかるだろ、大事なタスクだ。何を言っている、一時的にいるだけだ。数日でクラス B のホステルに移動する。うん、パンフレットは家でやろうと思っていた、ちょっとした仕事だ。ほう、あとは新たな明日について。革命軍、新たな明日だ。運動なんて何もない。なるほど、隠し通してますね。うー、一日が終わる。待ってね、どうしようね。あ、よし、へい、お話させてくれ。ネクタイどう？お金ちょっとだけもらった、300。引っ越し、よし、誰かを受け入れよう。マーガレット・ザウは60歳、静かなところでアパートを探している。子供がいる家庭や遊園地、犬の公園などから離れているところがいい。ロベーナ・ペトラッキ43歳、工場の近くに長期でアパートを。この人がいいかな、長期ならこの人入れたい。どうぞ。どうもこんにちは。すべてのタスクはやっぱこうやることができないですね、なかなか難しい。どうも、何を欲してるか尋ねましょう。相談がある。お金をもらったけど、どうやって使うべきなのか全然わからない。どこに投資すればいい？畜産業だ。知っての通り、この国の食料問題は深刻だ。さらに言えば、ホーンズ&フーフスってところは廃棄物なしの生産工程の実現を目指しているらしい。アスピックがゼリーなの？捨てるところをゼリーにしたの？気持ち悪い。もちろん確信している。アスピックをこの国の名物にしてやるぜ。本当か。今の目的はとにかくお金だね。お金がとにかく必要。よいしょ。お金作るために物を盗んだり売ったり、
何？クルシュビッチ、カールスタイン。マルクが職員の贈賄を報告した。ああ、そうだった。忘れてた。ちくしょう。こんなことになるなんて。頭きたからいろいろ盗んでやろう。盗んで売ってお金にしよう。とりあえず盗む盗む。これいる？日記以外は大体盗んでおこう。もうムカついちゃった。お金を作らなきゃいけないんだ。本、あーやべやべ、嘘、ちょ、警官いつの間に人の部屋で何をやっている。評判を送ります。仕事を済ましたい。次だ。うーわ、こんなんなるんだ。えぐ、全然知らんかった。こんなんなるんか。ごめん、やっぱ盗みマジで良くないわ。これは相当良くない。とりあえずとにかく売ろう。売ってカメラは結構な値段で売れるね。よし、 OK。 4000貯まった。お金が必要な。父さん我慢できない。あと1日鉱山に行くのであれば首を吊って死んでやる。国を離れたいよ父さん。毎日頭が痛くなって悪くなってる。同僚の一人が北ボレアで私のプロファイル専門家が必要であると言っていた。え、国を出るのか。北、本当に南ボレアじゃないのか。同じじゃないの。哀れな甲府たち、地理学を大学で教わらなかったことが災いだ。北ボレアと南ボレアはもはや別の星だ。笑い事じゃない。いくら必要だ。うわー、いやー、やばい。リソースが足りねえ。圧倒的にやばいな。証拠掴んで脅そう。脅してお金取ります。盗み続けるとダメだから証拠だけ手に入れればいいんだな。うん、なんかあるか。証拠、証拠すら、証拠さえあれば。空き瓶使えねえな。なんか情報あるだろう。やべえ情報。グルビッツが私と話すためにビッグブラザーという名のバーに来ると書いてある。ほう、ノートいるか。嘘、ごめん、やべえ、なんでこんな早く戻ってくんの。ごめんって、電話もうるせえし。困った。何緊急電話って。アストン・グルビスという母国の裏切り者は1週間あなたの家に滞在している。彼は我々の革命における情報エージェントであるにもかかわらず黙認のために君へ罰せられる。あなたの仕事は監視をし、そこで起きた出来事を全て報告する。このようにしなければ反逆者か職務怠慢、罰金を払わされる。やっぱ今まで悪かった。本当にごめん、反省してる。反省だけしてる。政府の仕事について。もちろん私は政府のために働いている。地獄に落ちろカール、私はただの印刷屋だ。何か見つけたら自分で捨てたものだ。そっておいとしてくれ。何を求めてる。家でやる仕事のためにいくつか必要だ。間に合わないから休憩さえ取れない。ハサミとペンキ。 OK、ハサミペンキね。どっかから盗めないかな。ハサミか、見たような気もしないでもないが。おっと、選挙。私たちはあなたのためにこの紙を投票本部に持って選挙してくれと。これって違反だよね、選挙法。選挙法違反だよね。はい、送ります。ちょっとずつお金もらおう。オッケー。チクりながらお金を作るっていう最低な行為今してるね。どうしよう。
いずれ積むな。1万円作るのがまず不可能だからな。おっと、新たなマーガレットさん来たからちょっとお話ししようか。話そう。どうも、カールです。10年前に出会ったよ。42番ブロックの図書館。マジか。へえ、記憶力すごいね。お金今ないから、ハサミとペンキについて。ハサミ、ペンキはあるかい？ペンキはないのか。アントン。創設者の生涯。何かを頼んだだろう。ハサミをとりあえず渡そう。ペンキか。ハサミは渡せた。ペンキ、あった。娘のとこにありました。ヘイヘイ、願いを叶えてやろう、アント。あ、いたいたいた。どうぞ。ペンキだ。この色気に入るといいけど。よかったー。これで1個タスク完了しましたね。じゃあこの電話で終わりましょうか。いろいろやること多い上に、いよいよリソースがすごい足りなくなってきて、やばいね。何？マルタの薬について話す。どうすりゃいいんだ。アントン・グルビッツは政府のために働いている。グルビッツにたくさんの命令で苦しめられた。これでいいんじゃない？分裂主義者だと判明した。パンフレットを印刷しただろう。もし計画通りストライキの時に書類を分配したら、あなたはとんだ笑い者だ。お、金来た。よし。とりあえずこれでいいかな。なんかよくわかんないけど、アントンは、反政府と政府両方、なんか、ダブルスパイみたいな感じみたいだね。はい、というわけで面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。